自分の体を外から見る衝撃の大きさは想像に難くない。体外離脱現象の一種と考えれば解決法もありそうだが、君はエデン症候群の未知なる症状の発症者、イレギュラーな被害者なのだろう。それが分かっただけでも成果はまずまずとしておこう。調査は焦ってはいけない。慌ててもいけない。急ぎすぎても急がせすぎてもいけない。ただひたすらに粘り強く、鉄頭鉄尾、堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ。父の言葉だ。さて本題だが、君はこれからどうするつもりかな。元の体に戻りたくはないか。君の身に何が起きたのか真相を知りたくはないか。では決まりだな。私の助手としてここで働きたまえ。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件も多い。仕事をこなしていくうちに手がかりもつかめるだろう。安心しなさい。君の素質は私が保証する。ついでに当面の衣食住もね。君の能力は電脳絡みの事件の調査にこれ以上もない適性を示している。期待しているよ。よし、契約成立だな。君はたった今から私の助手兼サイバースルースだ。うん、ソファーにかけて待っていたまえ。コーヒーを入れてこよう。我々の前途を祝して乾杯といこうじゃないか。海ぶどう粒あんコーヒー、私の自信作だ。見かけも芸術的だが、味も方向もまた格別だぞ。では電脳探偵誕生を祝して乾杯。
だし、リアルでどうこうなるあれじゃないよね。けどあの子たち大丈夫かな。嘘、覚えてない、この白状も。ほら、私をかばってくれたデジモンたちだよ。ちょっと心配だな、あの子たちがいなかったらきっと今頃。私ってば子供の頃からああなんだよね。大事な時になるといつもビビっちゃうっていうか、頭が真っ白になって動けなくなっちゃうみたいな。君にも嫌な思いさせちゃったかな。本当ごめん。あ、それはそうと、君もショッピングなう？電脳探偵になったんだ。すごい、電脳探偵か。電脳探偵ね、電脳探偵。は？何それ、電脳探偵？別にいいけど、てかいいか悪いかもわかんないけど、なんだかすごい思い切ったんだなって。まあハッカーになるとかより全然いいかも。あれ、完全にハッカーだったよ。なんかちょっとへこむな。嘘つかれてたわけじゃん。あれから会ってないんだ。うん、やだな、気まずいな。こういう時はジミケンの新曲でも聴いて、悪魔的になろう、ろう人形になろう。挨拶回りは済んだようだな。かなり個性の強い面々だが、さすが
中野に住まう人々といったところか。うん。さて、次は町に出てもらうぞ。反電脳体の君が現実世界に完璧に溶け込めるかどうか、順応テストの最終段階といったところだ。新宿で聞き込みをしてきたまえ。君のことが噂になっているかもしれない。何せあの姿を目撃されたのだからな。その間私は私の仕事を片付けさせてもらう。また又吉刑事にも調査結果を報告しておかないといけないのでね。それと一つ重要なことを伝えそびれていた。君の母親のことだ。親御さんが仕事で長期海外出張しているのは不幸中の幸いだった。君が倒れたと聞いて帰国しようとしていたところを間一髪すぐに退院すると連絡して引き止めておいた。君からも連絡して安心させてあげたまえ。親御さんの様子はどうだったかな？うん、問題なさそうだな。安心したようでないのだ。これからは連絡が来ることもあるだろう。親御さんの件は君に一任する。しっかり対応したまえ。これは人の子としての義務でもある。では行動開始だ。新宿へ向かいたまえ。